となります。では参ります。セッション9、AI と都市の未来です。どうぞ拍手でお迎えください。よろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。こんにちは。よろしくお願いします。ます皆さんお座りいただきまして。 改めまして東京ノードのクロージングセッションとなります。えー、この時間は AI と都市の未来ということで改めて登壇者をご紹介します。メディアアーティスト落合は洋一さんです。よろしくお願いします。はい、ますこんにちはどうもえ。続きましてはザギルドの代表の深澤さんです。よろしくお願いします。はい、こんにちはよろしくお願いします。そして三つのセッション、えー、連続ということになりましたが森ビルの杉山さんです。ですよろしくお願いします。お願ま,、えー、まずこの AI と都市の未来ということなんですけれどもあの東京ノード お立ち上げるときに、杉山さん、あの落合さんにお話を聞いていたってこと聞いたんです。そうなんですよ、落合さん。懐かしいですね、もはやね。もう四五年前でしたよね。ね四五年前ですね、多分ね。濃度を、まだ初期の構想段階の時に。はい、この施設を、どんな施設にすればいいかっていうことを。ちょっとまあ、内部の。 まあ勉強資料作ったりとか会議やってたり茶屋さんに参加いただいてだから俺今日ここ来たらこのパスよく知ってるぞって,って <laughs> あその通りになってましたそうあの時作ってたあれだってお茶屋さんから施設のポジショニングの話とかあとそれからマネタイズの話とかもいろいろとご提案いただきましたねはいいっぱい作りましたねあの頃ねへえ かなり参考にして今、えー、おかげさまで完成しました、はい、無事にあのテレビ局呼んでこいてた日テレになって良かったとい, <laughs> いろいろお世話になりましてありがとうございました <laughs>、はい、あ、そうなんですね、はい、で晴れてねこのオープンラボの日に、えー、クロージングでお越しいただいたと、えー、いうことになりますが最後のセッションがですね AI と都市の未来ということであのまあ、こうパッと ななかかか連想ししづらいい方もいるかももるれれませんけれどもあの AI といいますとね最近ではチャット GPT に代表されるような LLM 大規模言語モデルなんていうことも非常に皆さんのお耳になじむようになりましたしあとはあの画像生成 AI なんていうことも皆さんご存知だと思いますけれども深さんこの AI というものの,その進化特に生成 AI というのは本当に今進化凄まじいものがありますよね。そううですねもう今年は もう100年に一度産業革命とかそれぐらい大きく物事のルールが変わるんじゃないかってぐらい、はい、もすべて GAFA 含めて世界中のみんなが今生成 AI やんなきゃっていう空気になってきてますね。あのどこまで今できるようになってるんですか生成 AI っていうのは。基本的には今の世に出てるのはチャット GPT4 チャット GPT みたいに対話をする、はい、なんか言葉を入れたら返してくれるみたいなものがメインなんですけれども。 実際はあれは要は機械に対して人間が言葉で命令をできるということなのであのゲームの制御だったりロボットの制御だったりもっといろいろなことが人間とダイレクトにコミュニケーションできると考えるとあの表に出ている以上の広い使い方というのはすごいいっぱいあるのではないかなと。 まあ今まではいわゆるこう人間が機械にまあプロンプトをこう命令をしてそれに対して機械が答えてくれるそれが今コミュニケーションになっているというお話もありましたけれどもあのご用意していただいたものがあると深川さん聞いてるんですがうはい、はい、そうですね言語モデル単なる会話以外どんなことができるみたいなのでちょっと作りかけのプロトタイプみたいなものなんですけれども。はい これとかはあのあれです、ね、プレゼンテーションを手伝ってくれる AI を作る実験を今やっていてもうちょっと詳しく教えてもらっていいですかプレゼンンテーションを手伝うのこのおっさんがこれからそれをプレゼンしてくれるんですけれども This isn't just any presentation video I'm powered by a language model Yes, I'm powered by GPT-4 <Wow. S 2> GPT4 を使ってあの単純に人間と僕が会話するんじゃなくて GPT4 からこのおっさんとかこのおっさんを動かしてるカメラのアングルとかスライドのページングとかを全部制御してもらっているっていうです。となると、えー、まず最初に人間はいわゆるプロンプトどういった命令文を出してるんですかえとこの場合すごい雑に言うと、はい、こういうプレゼンテーションをやりたいから。Wow. こういういプレゼンテーションの原稿を書いておっさんを動かしておいてよろしくみたいなことをプロンプトつまり命令文として打ち込むと GPT-4 がそれに合わせて動きとかカメラとか照明とかを考えてそれをあのこの場合「アンリアルエンジン」っていう 3D のソフトウェアの 3D ゲームを作る環境の方に命令を送ってその命令に従ってこのおっさんが動くという。 これいわゆる g p t 4ですから、まあ、有料でお金を払えば今、われわれも使えるようなものですよね技術としてはそういうのを組み合わせて,作ってそれで今、ここまでできるここまで、まあ、いわゆるあの AI でマインクラフト遊ばせてみたみたいなものと、まあ、路線上は同じものではあります。 お茶さんこれどう、どういう意味合いわれわれにインパクトがあるというふうに思われますギリシャ人もトランク咲くんだなと思いますあそこにも驚きますよね、<laughs> 確かにね <laughs>、ええ、技術的なことに関してはどうですか技術的には、まあ、アンリアルエンジンとあのデジタルヒューマンが前金し始めたから、どのくらいたったかっていうと、うんえー、そうですね、軽く5年ぐらい来ていて、リアルタイムには人間を作るっていうのは、ジャンルとしては存在しているので、うん、いわゆるメタヒューマン、ね、とか、リアルタイムレンダリング系は。うん はい、なんで想像通りっていうかいつも通りまり基本的にはそうスタンダードな進化のやつだとは思います予想外なことはあまり起こっていないあ面白いあ、まあ、これこれいいんじゃない僕の方資料をゅって出せます、はい、これよく出すは言う話なんですけどあのこれね2022年に予測されてたやつで,で人間のななんだろうな、えー、と学習量って計算量に置き換えるとこのくらいですねここカラス、うん、これミツバチ で大体この辺りがあの言語モデルの進化に対する計算投入量なんですけど、はい、あのこれなんかディープラーニングの時代のこの曲線よりも随分上がってきて随分早くなってきたよねと22年ぐらいに見ないって,って夏ごろ秋ごろ大体このくらいだよねって言ったんだけどこれがもっと今急になっててここの人間ラインに達するのは23年の4月ぐらいだったので、はい、あの要は25年に達すると思ってたら2年分早かったのでもう割とあの人類オワコン感が最近漂って。 あの研究業界で蛍の光がな,いなってる <laughs> あもう人間お疲れ様でしたと、うん、なんか僕と同い年がちょっと上ぐらいのなんか引用15万ぐらいあるすげえやつがいるんですけど、はい、最近ミュージシャン始めてましたあもうちょっと人間を諦めて他のことをやり始めてると、うんえー、それぐらいも来てるいや来てると思うんですけどなんか最近ね仲間内では25年なのか27年なのかをすごいやってますけど。 スタートアップとかも大体、g p t 4でいいんじゃねえのみたいな感じの気分でお葬式になっっちゃったスタートアップですよ、ね、割とお葬式感がある,あるいやホルの光がなってる、うん、あそういう状態なんですね、ええええ、先ほど、ね、深津さんがあの産業革命に匹敵するぐらいのインパクトがあると、えー、いうことですけれども、まあ、それぐらいのインパクトを今、われわれはまあ体験しているこの時代にということになるわけですね。そうです、うん なんで基本的には、あ今年来年はいろんなものがひっくり返るんで、めちゃめちゃ大変だけど、めちゃめちゃ面白い時期ではあるかなと<ー>この前、羽生さんに久しぶりに会った時に、将棋の、わ、は、り、い、と仲良しなんですけど、羽生さんに前に対談した時 AI に勝てなくなった時どんな感じでしたみたいなこと聞いてたらで、人間より AI の方が強くなっても、人間同士が戦うことが面白いから、まあいいっていうのが結論で、これ、イメージしてください。あのなんか 二足歩行の強そうなやつが 100m3 秒ぐらいで走ってもあんまりオリンピック盛り上がらないんですけどあのウサイン・ボルトみたいな人が AI と一緒に頑張ったら8秒で走ったってことに多分人は感動するので。 あそこはまだいいだろうと。これフレームを変えればって話なので、うん、なんか五歳児三人ぐらいが頑張って走る方が盛り上がるとかも全然あり得るあ。あ、そうそうそうあるあるなるほど。なので、もう機械に人間が抜かれたか抜かれてないかっていう議論の話ではなくて、機械は機械で、人間は人間で、そこにドラマがあると、もう価値観が変わってくると<で>いうことなんですね。なんか負けるときは一瞬なんです、すスッと負けるっていうことが僕は理解して、なんか最近幸せな気分になってます。あもう逆にね。そう。スッと。 気持ちよくなっちゃう,う気持ちよく負けますあ、はい、多分これ世代交代の話だと思うのでどういうとあ、つまりソロ版が出会った頃に電卓が出て絶望したソロ版の達人とか結構いっぱいいると思うんですよねはい。うん、<laughs> あれだけやってきたのにってことですよねけど今僕たちの世代で自分の計算力があのカシオの電卓に勝てないからって言って絶望する人いないじゃないですかもう別競技ですもんねそそれはそれそこ,はこれはこれみたいな話、はい なのでそれと、うん、まあむしろそんな時代になってもあのインドの方二桁の計算暗算でできてすごいみたいなとかは全然生きてるわけでしょう対人間での凄さっていうところに勝負の、うん、まあ重要なところが映ってるとなのでなんか AI がすごくてどっかの分野で人間を追い抜いたからって言って、はい、それが必ずしもなんか全てを絶望させる必要はないっていうのはありえるかなと。 まさにその時代の分岐点に今我々がいるということですけれども。あのー、そうなるとね、杉山さん、この、ま東京ノートっていうのは、まリアルな場所として。存在しているわけじゃないですか。はい、人間のこういった能力とか、価値観というのが変わる、まさに今この時代に。生まれたこのリアルな場所の意味っていうのは、杉山さん、どういうふうにお考えなんですか。そうですね。ちょっと、まあ、今お二人のお話聞いて、結構衝撃を受けるんですけど。まあ、なんか人間のクリエイティビティとかっていうのは、多分、あの、他者の、あの、考え方を。 ま吸収することによって人間そのものはまアートだったりとか人間が生み出す創造性は飛躍すると思うんですね。なんかそこに一つまあコンピューターが作り出せない何かがあるんじゃないかなっていうちょっと信じたい気持ちはあります。うんなのでそこでまあなんかその先ほどお二人が言ったみたいに人間が作り出したものの価値っていうものと機械が作り出したものの価値っていうもののなんか差があったりですとか。 まあ希望みたいなものも生み出せるといいんじゃないかなっていうふうに思いますしなんか人間が作り出すことプロセスそのものが楽しければ人間としてもやる価値があるわけじゃないですか。うん その輪を広げていくってこと自体は重要かなと思います。うん、つまりその成果物、結果として出来上がったアートそのものということではなくて、人間が作り出したそのプロセス込みで価値があるということですか。落合、はい、さんそのあたりいかがですか。あ、そうですね。だから出るかな。出そうな。出ますか。出そうな気がする。出そうな気がする。出そうな気がするよ。これはそうですね。ああ、そうだ。これこれこれ。間もなく出ます。はいと。 これね、東京濃度をね、最初杉山さんと考えているときにあった僕が出した資料、<laughs> 5年前くらいのよく出出ててききまししたたたねね、今探らてて<わ>都市と未来のを模索して文化と科学技術の接点において未踏の体験価値を追求し持続可能なエコシステムを構築するのが、ここのミッションステートメントですってう<わ>か懐かしくなんです。 これは一番最初の会議の時に僕が書いたあれですね。やっぱ 4, 年前でしょうね,ねそうでやらないといけないのが都市の未来と体験の未来の追求と探求でありプロトピアの技術プロトタイプが続くような楽園性がないといけませんというのとあと未踏の体験価値を追い求めるコミュニティが醸成されていないといけないというのと、まあ、デジタルエコシステムと現代社会の,間の文化的な価値は追求しないといけないというのとあともう一個はメディアアートの価値を高めて一つの体験価値文化として根付かせる東京にそれを根付かせることが重要であるっていうのと。 アート文化の追求、ここでしかない価値を探求するというのとコミュニティの持続可能性について常に考えないといけないのとあとメディア芸術に見られるようなプロトタイプとその教授の可能性を模索する各個ソフト面でもあとメディアを作る体験イベントを作るショーを作るコミュニティを作る基本オンラインにフィジカルをよりリッチにインターネットでバズるものを作るこれはどっちがいいんだろうというのが質問で<ー>これ、最初のミーティングの時だったので結構、でもまあ、なんか大体こんなふうに時代は5年で流れてきたのでいい感じですね。 多分時代の流れとしてはここで言ってることのいくつかとか多分実際にディスコードみたいなコミュニティに大きく移動はしてきてるところがあるので逆にその中であのディスコードとかで出し切れないフィジカル性とかリアルならではの意味みたいなのをしっかり出せてると素敵ですよね、はい、コミュニティはそのはディスコードに移ってしまったけれども YouTube だったり,ったりまあいろんなものに抽象化されてきてるのでその中の抽象化できない部分を持ってることが差別化要素に。 ちゃんととなるといいですよねそれ結果的にそのコミュニティはディスコードや YouTube に今映ったということですけれどもどうでしょうか今後そのメディアやテクノロジーが進展して人間のコミュニティっというのはどこまでリアルに残ってどこまでいわゆるこのサイバー空間といいますかネット上に移行していくというふうに思われますかやっぱり五感の解像度の重さは結構あって、はい、つまり、えー、っと解像度の重さはあの今のデジタル技術だとやっぱ追い切れてないので。 例えばすげえアホなこと言うとギガスクール構想でみんな教科書を例えば YouTube のビデオみたいなものにしてもインターネット回線が細すぎてあの全員に高速インターネットを届けるには相当やばい 5G 機局を全て学校に置かない限りあり高速で低遅延の。 あのリアルの生体験をデジタルで再現するみたいなことをするよりはモフモフの猫とか連れててきた方が楽しいってやつ <laughs> あのつまりあのインフラコストが重すぎるのでそっちの局所最適にはあまりならないだろうっていうのはあるんですけどうでそうするとあの体験、まあ、そうするとコスト最適っていうのはどっちの方が一番安いかですからそうするとこうやって集まって例えば大音量を考えるとか高解像度のものを見るとかあと岩とか石とかテクスチャーを大切にするとか。 なんかそういった観点では随分あのそこは残ると安いからフィジカルの方がなほとなるとそのいわゆるコスト的なことが解決できるようになるまでは直接会うこのいわゆるまあリアルの体験価値というのは損なわれないっていう考えですかね。逆に、はい、リアルでコストが高い部分っていうのがデジタルに押し付けられると思いますね。はい、例えば一番わかりやすいのだとまああの出会い系のサービスとかがわかりやすいんですけど。 知らない人と初めて会って暴力振るわれるかもとか危ないやつかもみたいなコスト高な部分がデジタルに押し付けられて要はデジタル上でのコミュニケーションで予選とか足切り二軍的な処理をして信用できる人とだけリアルで関係を結ぶとかみたいな。 コストが高いもの、まあ、リスクが高そうなものはまずデジタルで処理をしてとけられるんじゃないそういったその、まあ、人間のコミュニティですとかあ、まあ、その体験というもので先ほどの AI の話に戻りますけれども AI というのはどういう機能を持つというふうに深田さん考えていいらっしゃいますま基本的にはさっきのコストが高いというところに近いと思うので、はい、例えば教育で言うんだったらそういう猫だったり粘土みたいなところは先生と一緒にリアルでやるんだけど。 普通に三角関数を教えようやみたいなやつとかはなんか一番いい先生がビデオであったり AI でやってバンって面で世界中に一番わかりやすい三角関数を教えとけばええんやないのみたいに大きく二極化わしそうな気しますけどね。となると先ほど落合さんがあの出してくれましたけれども杉山さんこの体験っていうものが非常に大きなキーワードになってきますよね。はいはい、そううですね今おお二人のの話っってるともう都市っているとは 信用度の高いコミュニケーションプラットフォームになるんだなって思いましたもうちょっと詳しく教えてもらってもいいですかあのやはりあの人と人との出会いとか何かを認めて、えー、認められるですとか、まあ、そういったものって、まあ、さっきディスコードに移行していくって話あったじゃないですかでもやっぱりフィジカルな体験だったりとか一緒に何かを見たり物事をあって使ったりっていうのってコストがかかりますよねででももコストをかけてまでも あの重要なものはフィジカルで行うでそのためのプラットフォームとして効率がいいのが都市なんじゃないかなとで我々はその都市にコミュニティを作っていきたいと思ってますのでそのコミュニティが集まりやすいような仕掛けを街にどんどん入れていかないといけない。 そういう,ふうに今感じてますなると、まあ、いわゆる体験価値人間とそのメディアが触れ合う、はいまあ、いわゆるインターフェース的なところというのが非常に重要になってくるというふうに思いますけれどもその辺りは杉山さんどうですかそうでですすかそねやはりあのアイデアを持った人とか新しいそのものを生み出すような人たちが集まるためにはやっぱりその人たちが興味があるようなあのいおっしゃられた体験が必要なんですね。であの一応ノ、まあの,の中にそういった 場所を作ろうっていうことを、まあ、ずっと考えているときにやっぱり選ばれる街選ばれる都市になるためには例えばまあすごくベタな話をするとおいしいレストランがあって居心地のいいあの空間でお酒を飲めたりですとか日常空間の中なんだけども非日常的な気分になれるような場所だったりとかそういうあのライブの音楽が聴けたりとか、うんまあ、そういう機能さえも町には必要かと思って 一応東京ノーゾンの中にはそういう思想の中でデザインしたものはあります。いわゆるこの人間の生きる喜び、生の喜びというような、まあ、食べるとか、まあ、そそこに戻ら戻るんですよね、多分ね。ということですね。結果的にはあの今ね、落合さんこう何かえっ、ー、と<あ>操作はいされてますけれども、まあ、このまあ AI が、えー、どん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 まあ進展していて、この人間のクリエイティビティなどがこう外部に、えー、昔ね、行<く>ナムジュンパイクがねこれを言ってるんですよ。これね。はい。 音楽やダンスのように時間をベースとしたものが成功しているのはどちらも50万年ぐらいの歴史を持っているからであ海外よりもずっと古いこれは美術館に対するアンチテーゼなんだけども 2>,、はい、で2万年前に急に海外が成立したのは人間が急に賢くなったからではなく農耕民族が生まれる前まではみんなが移動していたからであるっていう考え方があってあつまり物理的に移動できるものはソフトウェアだけなのでソフトウェアでいうと踊りやダンスっていうのは人間の脳みそにインストールされているソフトウェアですから。 動きやすいとで,でこのなんか下に書いてある超面白いこれがあのここですねあつまり石油をあの廃止する方法を考えないといけないっていうのは1980年にナムジュン・バイクがセイで書いてるんだけどでそのために経済遊牧民化するには世界中にビデオスクリーンを配置してそれを使ってコミュニケーションを取らないといけないで,で巨大なインスタレーションとかそういった資源消費の大きいものは核融合発電ができるまで悪になるって。 言ってるんですよ、うん、で核融合の話は確かにその通り世の中の人たちは今割と核融合に真面目に取り組んでいる、はい、エネルギーをどうやって解決するかでその時に必要なのはこのポケットに入るような電子カメラで電子ビデオカメラみたいなのとテープレコーダーが一緒になったようなものがポケットに入っているとそれによって人間がコミュニケーション取れるようになるから良いって言ってるんだけど、まあ、これはスマホはそうなっていここまでは解決してるんだがあの問題はその先でそのエネルギー効率の転換っていうのが起こるまで 我々の表現形式っていうのは電子的に依拠するようなものになるっていうのはその通りなのでそのコストパフォーマンスがスライドするまでは我々はそのエネルギーで再現できないあの細かい解像度のあるものとかさっきの身体性のあるものっていうのを求め続けるだろうっていうのは長期的な予測は大体こういうのは外れないんであの私たちは多分こういう空間であと50年ぐらいは。 きっとあの遊ぶんじゃないかなと思うんですけどね結果的にその解像度がやや良、えー、くなっていく通信速度がやや速くなるとエネルギーの問題が解決するい,いわゆる核融合のようなエネルギーがそれこそ無限に安価に使えるような世界になるまでは革新的な変化というのは起きないんじゃないかということですよねあ、まあ、そうですね日本何かすごいのが起きたとしても エネルギー使いすぎててると市場が限られてしまうので、世界に完全に流通するにはコストがゼロに近くならないとなかなか普及はしないかなとはいや核融合エネルギーのコストゼロとなるとちょっと夢物語に私は感じてしまうんですけどもこの辺りそれこそ AI の力も借りてどうでしょうか実現可能性その時期っていうのはなんとなくおぼろげ 時期は多分ね予定を書くのは今の時代すごい難しい。だってさっき2022年の10月予測の25年に人間知能は結構いいところまで AI と同じになるって言ってたのはわずか3か月で見通しが変わるわけですから<ー>今この世界地図を書くのはすごい難しいんですけどただみんなやりたいのはエネルギーの解決なんですよ、今。多分サム・アルトマンオープン A の社長も MS、ビル・ゲイツとかも今一番やりたいのは核融合なんとかすることで、まあ、GPT とかも。 4、5、6って頭よくなるにつれてそれ使ってめっちゃ核融合の計算させようぜシミュレーションさせようぜってことにはなってくると思いますけどチャット GPT が今3ですよね。<あ>で4が今いわゆる有料モデル、うん、で次4.5、うん、って言われてますけども、はいまあ、その延長上は、まあ、頭よくなるにつれて遺伝子のこと計算させるか核融合をやらせるか。 温暖化やららせるかかぐいいいしかななんじゃないで,すか、ね、でムーンショットプログラムっていうのがやってて、はい、あ,のあれのプログラムを定めるときに僕と北野さんと委員だったんですけど CSL の北野さんでよく議論してたのは科学技術の自動発見っていうのが今後数年間はトレンドになるっていうのがあって、はい、あつまり自動発見のための研究っていうのが次のトレンドで、まあ、今はもう世の中全部そうなってるんですよつまり LLM 作るっていうのは自動発見って自動実装のための研究なので。 あの人類が知的労働を行わなくてもより高速に知的労働をさせるシステムを駆動することによって新しい発見や新しい技術トレンドを追いかけることができるというのがテーゼなんですけどもでそういったものをやるのが無効の時間であるっていうのは、まあ、20んだろうな十何年から多分日本政府としても取り組んではいるわけですあ多分自動発見自動実装自動合成にお金を取出してるから。 つまり今我々がやってるのは例えば今科学実験とかを自動並列でやっていくとしたらロボットアームで自動実験したりとかあと科学物検証するのにじゃあそれ専門の,の LLM 作ってそのスペシフィック,ィックな特,特殊な言語形態の中で何人を組み合わせ的に発見できるのかっていうのを検証していくっていう作業に関しては今だいぶ時代は進んできているでそういったものの一部に多分物理学もあるし工学もあるし。 化学、ケミカル、そして生物学もあるわけなんでございますけれども、でまあ、そういったトレンドの中におそらくその、えー、とエネルギー問題を解決するっていうところもあってで、そこへのまず初期投資が今始まっていて、多分それはすごい速度で今、進んでいる、第一段階をクリア、第二段階に向かって、今、みんな頑張っている。も,うもはや新しい課題を見つけるのは人間ではなくて、それはもう AI の仕事で、発見するのも AI、その解決策を考えるのも AI になってきているということですよね。 あのエージェントって言うんですさっきのおっさんとかも単純なタイプの一番原始的なエージェントなんですけど要は単なる1個の命令をするんじゃなくて複数の命令を順番に処理してチェックしながら進んでいくみたいなのの先にそういう「へ、hey、いあの寿命なんかをするためのタンパク質の酵素を探しておいて」みたいなのとかってお願いすると「分かりました」みたいなこと言って予算これぐらいで GPU 回して探しますねみたいなことが起きてきますし。 もうそうなってくると AI で何か研究するっていうのはもう総当たりでいろんなアプローチをスロットマシーン回して当たりが出るまで探しますみたいなのに近くなってくるのでちょっと未来予測とかも確率上の話になっちゃうわけですよねその世界中で核融合のいろんなアプローチ100万通り試すんで何回目で当たりが出るだろうか分かんないけど AI で頑張りますみたいな。 いわゆるその数打ち当たるだろうというその確率論の分母を圧倒的に増やすことができるわけですもんね。思いますけどあそうなるとどうなんでしょうかその、まあ、人間の、まあ、価値というと少し堅い話になるかもしれませんけれどもそこに関しては先ほどの 100m 機械に3秒で負けてもしょうがない悔しいとも思わないというもう別のものになるというふうに考えてもいいんんですかなんかな別に AI と勝負する、まあ、今 AI が人間っぽいから人間が張り合っちゃおうとしてるけど。ええ まあそのうち AI 人間じゃないしいいんじゃねえのみたいな感じにはなりそうですけどそうなるとこの AI が人間の仕事を奪うなんてことがまあ取り沙汰されていますけれどもその問いすらもあまり意味を持たなくなってくると、うん、とは思います、ねあ<ー>ね、僕の方一瞬出して、はい、これ多分分かりやすくてこれねゼアリズ OAIforZAT ていう有名なサイトがあって2020年でリリースされた AI サービスで136個ぐらい21年でここを見て264個ぐらいです。はい でその後二22年の、えー、とこれは上半期で841個出ててで11月に240個12月に380個で2023年の1月に638個、えー、と2月に508個っていって1100個3月に出てっ,てってなってると。 人類はこれれを追い切れないなですよもう AI サービスは追,き追い切れないしもう一個はこれをキャパビリティベー別に、ね、やるじゃないですか AI ができるようになったことを例えばオーディオストーリーズができるようになったとかあとストックディスカバリーができるようになったとかなんかそういうのをディスカバリー別にこう1か月に何百個もできるようになってバーってなってるんですけどこれも職能自体も追い切ることは不可能なのでつまりこれを追い切れてる専門家は多分もう誰もいない。 なるほどでつまり予測を人間の偉い人や委員会を作ってやってた時代はこれを人類がやれてたんですけどこれ全部カバーできないのはもはや AI だけなので大変ですで多分 AI の知性的な意味でのシンギュラリティってまだ起きてないですけれどもいわゆる2045年そうまだできてない2045年、はい、ただ AI につぎ込まれるリソースの量とかサービスの量っていう意味だと 今もそのシンギュラリティ的な指数関数に到達したのでそのリソースとトライアルが指数関数になった以上はやっぱりまあシンギュラリティ的な性能とかっていうのもまあ達成はされるんじゃないかなとは思いますだからツイッター見ててプロ驚きやばっかりになるんですけど。 プロ驚きやって AI でこんなことができるようになったすごいって言ってフォロワーを稼ぐあの維持汚い人間たちのんです <laughs> それをプロ驚きやと <laughs>、はい、お茶屋さんはね言ってるんですけれどもそうそうはいプロプロ驚きやたちには毎日この驚く要素が一日 N 個供給されてるから <laughs> なるほど需要と供給が成立してるんですよそうですね驚きたいだけ驚いていいよと毎日驚けるとわあ驚ける感動できる<ー>となると <laughs> 今 AI ってどこまでできるんですかという質問自体がもうほぼもう疑問になってきてると。 まあ確かにでもプロ驚き屋ぐらいしかやることがないといえばその通りなのであなるほど驚くことができるのが人間の一つの個性になってきて実は驚いてる人の方が心が綺麗なんじゃないかって今思,思いました逆なのにね驚いたりまあ無駄に遊ぶのはやっぱ人間の仕事ですけども、ね、だからプロ驚きロ屋は,はあの旧来の人類から見たら意地汚く見えるが今僕から見たら実は正しいのではって思ってしまったのでプロ驚きロ屋になろう <laughs> <laughs> どういうい結論なんですかってていいねただ驚いてるだ驚るけでで楽しい、まあ、でもそう考えるとその、まあ、考える論理的な思考というよりは、まあ、その喜怒哀楽というか人間の感情の部分っていうのに戻ってきてるという話を今ねあのお二人の話からちょっと感じたんですけれどもそうなるとこの感性だったりとか、まあ、先ほどの人間の、まあ、生きる喜びみたいなところにこうどんどんプリミティブ原始的な 価値っていうのが出てくると考えていいんですかね、まあ、みんなだからギリシア人になって哲学やりゃいいんですよ最後は哲学になるまさに人間が生きる意味とはということになりますか歌歌って 物事を考えておいしいもん食べてこれはどうなんですか悲観的楽観的どう捉えたらいいんですかねただだいぶ多くの人文学的問いはギリシャ人にやり尽くされてはいるので <A> でギリシャ人にやれなかった問いっていうのはだいたいテクノロジーの発展による蓄積によって生まれた違ったシチュエーションだったりとかうん、うん、違った環境だったりとか違った技術要因によって生まれたもっと実存的な問いになってるじゃないですかでそこは確かに新しくギリシャの時代になかった過程を 家庭っていうのはハイポスイセスを仮説を持ってきて考えるっていうのは悪くないしここ2,000年ぐらい困った問題を僕らはここで指をく加えて見てるぐらいしかできないので,でこれに関してはつまりまあでもだからといって技術革新が悪いなんてことは全くないそこに関してはエネルギーを解決すると根本的な問題は解決しうるが、えー、と人間が例えば宗教だったりとか あ,そこのある土地にこだわる理由についてはあのそんな甘っちょろく解決できないのでそれについての対話と戦いはまだずっと続いちゃうのかなと思うとなかなか歯がゆいですね。この世紀というのはじゃあ、まあ、そ,のそれこそ資本主義だったりとか人間の技術の進歩によって我々の暮らしは豊かになったというふうになってますけれどもそれが AI が担うようになってくるともはやお茶屋さんの言葉を借りればいわゆるヒューマニティとっていう部分になってくる。 人間,いや人間性の問題はおそらく資本主義は何も解決してくれないので、はい、つまり今後は。そこだけ残るですよね逆にあのさっきの話でリソースが無限大になれば、はい、基本的にはほぼ全てではないけども争いの半分以上は解決して残るのはムカつくとかしがらみとかそういうのだけの争いには一応はなってくれるでしょうね。となるとあの杉山さん人々が集まることによって出来上がるこの都市。はい っていうものの役割ってどうなっていくんですかね。ちょっと大きく変わりそうですよね。はい。なんかあのオッさんにも質問したいんですけども、あのオッさんってあのアートもされてるじゃないですか。はい。研究者でありビジネスマンでありあアーティストです。はい、アーティストですよね。でアートもメディアアートを作りながらもかなりあの純粋なアートも最近作っているので、純粋なアートも一応作ってます。はい。なんかそれってやっぱしその 機械が作り出せないものに対する抗いとして落合さんがアートで自分のその落合さんやっぱり人より先進んでるので落合さんの中でそのアート活動そのものがさっき哲学って言いましたけどアウトブットとして作品になってるんじゃないかなって思ってるんですけどじゃあ1個ぐらい紹介するかどうですかで、はい、いやこれね結構結構本質的だと思うんですけど半歩先のはいあのね生成 AI が出てきた時になんか祈りたい人にリプライください仏像を作りますって言ったんですよ 世の,中に世の中に祈りたい人はい,っぱいいい人はっぱるんですコンテクストとして円空仏って仏像があって円空で生涯に12万体仏像を彫ったんですけどだからお母さんがお腹痛いんだってってじゃあこれ祈ればいいよって仏像を作ってくれた人がいるんですけど。 岐阜にあのよく重要文化財になってあるんですけど、はい、これはたまたま檀家の,の人に OK もらって 3D スキャンしたやつを CNC で削って職人と作ったよく似た円空物僕結構いっぱい持ってるんですけどそれがよく展示で出てきてあ、まあ、本物だとみんな思うのでやばいってなるんだけどまあまあそれはこといててて <laughs> デジタルだったらいっぱい作れるとだって12万体生涯で作ったことはあっても12万個作るの1時間かかんないですからね今ね画像だったら落合、はい、さんも宗教がやってます僕もなんかひたすら生成 AI で宗教画みたいなのを作ってたりするんですけどなんか 宗教に行き着くのベクトルありますよ、ね、祈りたいっていうのは結構人間の本質的な欲求なんでみんながスマホの待ち受けにして祈ってたんですけどなんかそしたらなんか僕的にはフィジカルに作りたくなってきてで「新言の密教の研究を今年はずっとしてたら」 なんかオブジェクト思考の仏像がいないまあ大日如来とかビルシャナ仏とかを考えると、はい、あのつまりコンピューターとかオブジェクトとして対象物を認識する仏像がいないと、それは IT カースとかないのように IT のことっていうのは昔はなかったのでないよなって思ったので昔のこの IBM の古いコンピューターから生成 AI でまず仏像を作るとああこういう仏像ね僕はオブジェクト思考菩薩っていう名前を付けたんですけど、はい、でこれをなんとか権限させたいって思ってとりあえず 3D で起こすじゃないですか。 うん、まああいい感じにととりあえずできたと先ほどのが 2D で 3D で,で,で起こしたんですね。はい、3D に起こすその後よっしゃ木を削ろう」って言ってこう腕もも尻を CNC で削り出して削って組んで工職人さんが磨いてくれてオブジェクト思考菩薩ができて菩薩を戒厳包容してとか言ってこんなのひたすら作ってるんですけどでなんか何が重要かってこれがあの重要文化財の,あの民芸館のこの。 あの、いや、社に、社じゃなくて、えっと、お屋敷にこう、あの鎮座してるわけですよ、このニいとで、こんな風にね、オブジェクトを考察。菩で、これはまさに、あの、効率性とかじゃなくて、思想じゃないですか。そうですね。だから、やっぱりもう、これからの都市とか、そういったものを考えると。もう、お二人がやってるみたいに、文でみんなアーティストになるんじゃないですかね。このコード、全部木ですからね、<laughs> これ。木。 <laughs> え、どどういうことですか。このこのこのコードを巻きついてるやつ全部木工なんですね。木でできてるの木は削り出しでやってる。そう、全部木なのこれはな。なんでこうなったかって言われるとちょっと深い理由がいっぱいあるんです。木です。はい、これお茶井さんね、その 2D でまあ祈りたい人っていう話からスタートして、はい、やはりその 3D、いわゆる我々が体感できるもの、目で見られる、え触れられるものにこう改期していくっていうのは何なんでしょうね。 やっぱりだからなんか自分の存在を感じたいっていうのは一個大きい欲求だと思うんだけど、はい、なんかそれに回帰してる感じはして「これ音出るかな呉服贅くの断りの中において死んだ万象の利と決賛紀自然の地をつかさどる菩薩なり ルーの中において、おのの属性を生かして、システムを作り上げる。さまざまなオブジェクトを組み合わせ。人間。物資で、改元法要して、ちゃんとした真言の仏像になったんですけど。のりとの中に、システムって言葉が入ってましたもんね。<laughs> いや、システム、いやすごいもん、真面目に。ちゃんと、あの、儀式にのっとって、仏像を作ったんですけど。でも、なんか、人類が祈ることっていうのは。 あの人間テクノロジーが進行して祈り続けるので祈るのは大切だなって思ってはいなんか最近こんなことしてたんですがこれあの祈るっていう行為自体はもう機能の対局にあるような感じがいやこれ逆ではいなんか最近僕はこの場合動きすぎてはいけないとかあの何もしないとかいうことがあって何もしないって本の帯書いたんですけどあの何「リデルさん」だっけあの本僕大好きなんですけどあの何もしないって ってていいいうこととを考えないといけなけく無,無,意無意もそうだしあと動きをやめるってこともそうで、うん、あのシステムの中ではあクールダウンだけでなくて多分あのソフトウェアアップデートしないといけないし頭の中の、はい、あとチューニングを揃えたりとかあの頭の中整理したりとか一旦立ち止まって考えるみたいなことも大切でそれは身体性を持ってるがゆえじゃないですか。身体がなかったらそれ 圧倒的に高速で濁流のようにシステムが進むのでそうじゃない時間を生かすためには脳みそではない体の時間っていうのが結構大切で頭で考えない時間みたいなのを作る場所っていうための都市っていうのはずいぶん重要な観点だと思うんですよね<ー>つまり僕らは考えていないって何もしていない体の快楽やなかあの整った状態でいるっていうことも大切だからみんなサウナーだったりするじゃんな、はい IT ああチームボういすは作、い、<laughs> ってますからね。うん、比較的なんかその観念的なものをぐるぐる回すのを一旦止めて身体的なとこをそのまま人間の脳ってインプットがあってインプットを翻訳して脳センサーから取り込んでるから本当の世界を理解、直に触れることはできないとか言われてるんですけれども、はい、そのインプットのとこの変換の誤差をできるだけ。 ちっちゃくしようっていうのが、多分そのまま、結構仏教の中のあるがままで受け入れるみたいの。だとは思うんですよね。それをそう,そういうのを増やしていこう。まあ、理解でいいですか。あ、そうですね。あと、なんか、僕は大切だなと思ってるのは。民芸って言葉、僕はよく使うんですけど。 民芸って柳宗悦がほら1920年代ぐらいにやってたやつで今でもみんなやってるだけど今の時代に民芸をするとはどういうことかっていうことを考えるとこの今の時代って今和次郎じゃないですけど後原学みたいな話ですねつまり今の時代を考えるってことは何,だ何かっていったときに例えば もしバッハが生きてたら映像も作曲しただろうっていうのは僕のテーゼなんですよ。おなるほど。だってそうでしょ。バッハが生きてたら絶対映像も作曲してる。で柳が今生きてたら絶対あの新鮮あたりから出てくるよくわかんないオブジェクトを民芸にしてたはずなんです。それもう民芸としてですよね。そうです。だってデジタル技術自体はもはや自然そのものなんだからあの木工を削り出してくるのとスマホでアプリを作るのと何が違うんだと言われればその通り同じようなメタファーで。 そこに手仕事もあるだろうと思うわけなんでございますが、あれですよね。にチャンネルが丁寧に作ったフラッシュゲームとかも一応民芸のはずなんです。本当にそうなんです。<laughs> あれは民芸のはずなんです。<laughs> まあそうですな、ね、んか民芸ってっぽくないよねっていう人たちはもうその古い民芸の定義にとらわれていて、まあ、まあクラシック民芸は大切なんです、うん、はい。つまり民芸クラシックと民芸コンテンポラリーに分ければ、あ、なるほど民芸にもあるわけですね。<う>あのクラシックと現代にね。コンテンポラリーの時点で見れば。 2>, 2チャンネルとかは壮大な区伝がある本来柳田国王みたいな人が来ているところで、高原、うん、学コンテンポラリー柳田国王民族学の話なんですか ?VIP、ビップとかって呼ばれてたるような2チャンネルの掲示板とかで、ええ、なんか今来た産業とか言,って言われてたものというのが、情報が早いタイムラインの中で情報即座に産業でまとめるために今来た産業っていう言葉が生まれて、はい、それがいろいろな進化を経て、 ライブドアニュースでニュースが産業でまとめられるようになって日経新聞にも搭載されたみたいな、うん、そういう流れなんですね。はてまさにで,てるはずでダンスの人と話しててそのコンテンポラリーって言うのって言ったら最近はコンセプチュアルとかエクスペリメンタルってコンテンポラリーダンスのことを言うよねって言われた時に僕はハッとして。 ココンテンンンテテポポララリリって永遠にコンテンポラリーじゃないででですすかその瞬間はよ10年前のコンテンポラリーを今コンテンポラリーと呼ぶのか呼ばねえだろうって思うけどでも10年前エクスペリメンタルだったものは今でもエクスペリメンタルじゃないですかつまりコンテンポラリーって呼び方は現代って言葉になっちゃうけどエクスペリメンタルとかコンセプチュアルって言われたら常に実験をしようとか常に概念的なところを追いかけようっていうことは常にあってよくてでそういった試みをじゃあ今,今やるにはどうしたらいいか。 今、仏教をするにはどうしたらいいか今、民芸するにはどうしたらいいかでそういったものを体験するにはやっぱり身体値はだって人間の身体っていうのはずいぶん変わってないですからね数百万年ぐらいちょっとずつ栄養状態とか良くなっていってるけど、うん、脳の進化は基本、数万年前で止まってますよね、うん、そうですね時間がかかると、ね、言われてますからしばらくはこの感じになるそうだからナムジュン・パイクが考えてたハードウェアも僕らのハードウェアもそんなに変わらないはず。 ただ道具ととししてて持っっいるもものはちょっと違うかもしれない、うん、ただそこでエクスペリメンタルとかコンセプチュアルっていうのは別にいつまで追いかけても常にコンテンポラリーであり続けるはずなので,でそういったものを考えるためにはやっぱ文化と科学技術が接点となる場所っていうのが大切ですよね都市構造の中で。うんそ,うね、そうすると多分1個課題になるのが、うんはい、結局究極までそのフィジカルの価値を突き詰めていくと。 フィジカルはリソースの限界上高級品になならざるを得ないってところと解決例えば今みたいな仏教をやろうとかって時に、うん、落合陽一は CNC で仏像切り抜けるけど普通のクリエイターは予算的にフォトショップで頑張るのが限界だなとかみたいな物理性にいける人たちは数が限られる問題ってのがあるんであるそこを解決するためになんか森ビルさんが「俺が金出すからみんな使えや」みたいな感じでバーン広げてくれるといける人がね。はいはい <laughs> いいという提案がありましたが、リアルはやっぱりね。ちょっとね。お金がかかりますもんね。まだ何かそれを素敵なスポンサーがいる。それを解決できる仕組みは欲しいです。<laughs> なるほど、テクノロジー。まあ、その我々がメディアだったりとか、ツールが増えたからこそ、考えることはできるけれども、それを。 体験するるものののさっってていうのがより高まってると,ここと,とあるいはそういうものがあるときにそれを見に来れる人とかもやっぱり物理的なアクセスのコストによって限定されたりするので、はい、そういったところをこういう大きな集積された都市であるとか東京濃度みたいな施設というのがうあのリソースにレバレッジをかけてできるだけ多くの人にそういう価値を配れるようにしてくれるとそうですねなんかデータはやっぱり複製できますけどリアルなものってもう本物が1個だったりするわけじゃないですか。 それの価値がますます高まってあの経済的にもそこに対する集中度が増すっていうのは多分そ,うそのあたもね<あ> AI で一番リプレイスできないものの一つは僕一座標だと思ってて位置座標,位置座標みんな z ズーム使って一座標とか克服したとか思ってるけど、うん、あれ結構気のせいだと思っててむしろ森ビルがこのビルディングが、はい、虎ノ門駅1分にあることの価値っていうのは。はい 同じ森ビルがなんか山奥の森の中に立ってた時に AI の力では覆せないんですよね、そのここから5時間かけていくところに素敵なビルがデます。しかも AI がいろいろ頑張ってくれます VS 虎ノ門駅1分直結ですみたいなやつ。そ,ね、なんかそれはもしかすると1座標イコールなんか時間とも関係してくる話かもしれませんね。それはもしかしかたら 僕だけが AI を使っている世界だったらば僕は出し抜けるかもしれないけど、<ー>みんなが AI を使う世界になると、はい、結局最後はかなり一座標が強い気がしますね。うそうですね。なるほど。頭脳とツールがまあいわゆるこう汎用化して誰もが手に入れられるようになれば、そ,ね、その一座標もう本当のリアルのところに一番の価値がついてくるということですよね。うん、な,なるほど。そういうことですね。それがまさにこの虎ラノモの地というのがその一座標の価値。はい 高められれれる存在ににななば、はい、ここ面白いとっそうですねあのやっぱし、まあ、価値が高まるっていうことはやっぱりそこに皆さん行きたいかったりですとか憧れの存在になると思いますので、うん、まあそれはあの、まあ、悪いことっていうわけではなくてあのやっぱり有名になることによっていろんな情報や人が集まるので、まあ、そういう街施設は やっぱり目指していきたいですけどね。ここであのさまざまな体験ができるということでしたけど先ほど大茶屋さんから何もしないっていう話があったじゃないですか。はい、そこに関しては杉山さんどうですか。あそれもちょっと思ったい投げかけかなと思ってまして。<laughs> 何もしない。はい。いやでもそれもやっぱりあのもう本当生きる価値とは何かとかそういう話につながりますよね。うん、まあそうね。何のために人間は生きるのかとかそういう話に近づつが。ちょっとこれをじゃ。 1>, うん、1分ぐらいあればかいいテーマだなと思ってでしょうサイニック理論がと好きなんですよ立石さんオムロンの創業者の立石さんが昔やったサイニック理論というのがあってここを大きくするんですけどあのほら原始社会、集中社会農業社会主工業社会工業社会<ー>機械化社会で万博の時1970年の時はここだって言われてて、はい、情報化社会ですね。 でその後最適化社社会会と自立社会が来るる今ここ来つつあ GPT で自立しているのは自立社会に近いし精神・生,生態技術とか言われているところも割と近づいている割と合ってる。うん、でその後自然社会が来るって彼聞いてここで図が終わるんですけど、はい、でここ考えた時に僕は昔デジタルネイチャーっていうのは自然社会よりも社会自然社会から社会が消えた自然であるってよく言ってるんですけど。 そこにあるるんじゃないかって考えるでそうするとデジタルが自然化すると社会的であるっていう概念を突破した上にあ,のある自然状態っていうのは定義可能かなとかよく考えたりするんですけどさっきの要は何もしないっていうのは、えっと、世の中のインフラ側が圧倒的に性能が良くなってくると人間側のペイロードっていうか人間側が処理に使うべき能力っていうのはどんどん減ってきますから。 あよく言うでしょあの縄文時代の人たちってめちゃくちゃ頭使ってるしめちゃくちゃ体使ってたんだけど僕らってどん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 ね最終的にはなんかあのもう何もしないみたいな何かしてると思うんだけど、うん、だでもそういったような社会全体のシフトと都市構造っていうのはこうしながら数十年単位では動いてはいっているので自立社会に応じた 都市もあるはずだし自然社会に応じた年もあるだろうしデジタルネイチャーの時にフィジカルな市が必要かって言わればそれが核融合が実現が先かそれともあの人間の知的な自然化が先かの間にあると思うんですよねこの問題。うん、どう思います,そうっす、ね、ここのとこ僕もう何が起こるかわからないんで、うん、もうとりあえず来たものをなんか回転ずし的に。 流れててきたも順番に食べ楽しいなメディアと寿司屋だと思ってるんですよ、それがある意味、今の AI の時代で一番何もしないっていうの、タイムラインに流れてきたもの、おいしい、おいしい、おいしいってやって、そのうち一番自分がヒットするものを見つけたら、全部突っ込むぜみたいなあとね、寿司ネタもどんどん腐ったり変わったりしてつきますからね。 でもその刹那的な寿司を握る行為に意味があるかって言われたら全てのコンテンポラリーには意味があるんですエクスペリメンタルでコンセプチュアルなんですからなるほど、はい、その腐ったネタであってもってことです、ね、はい、その腐ったネタのことを誰かが覚えててくれるっていうのは人間じゃなくてもいいんですきっとそう考えるとまあこれまでで人間がこの設計図あのを描いて進歩してきたそれがこの AI にとっ,って変わられると人間というのは刹那的で何もしなくてただそこにある喜怒哀楽とか。 集まることに喜びをすげえ悪そうに聞こえるけどいいはずなんですけどいやいやでもそれはそれで自然状態に怪奇っぽく聞こえばそうですよねポジティブに言うならでもそういう方向にいくんでしょうかねネガティブに言うなら寝っ転がってお菓子食べながら動画サービス見てる人になっちゃうんでそうでも今日昼にね「なんか朝日地球会議」って会議出ててあそこで起業家になりたい人にメッセージをって言われて。 起業しないのも手だよっていうのが <laughs> なかなかですねいやじゃなくてだってチャット GPT が出てきていろんなコードが書けるはずだったのに<ー>99%の人は誰もプログラム書かないじゃないですかみたいなチャット AI すげえ頑張って作るより NVIDIA 株買う方が勝率高いみたいなた、ね、<laughs> そうつまりは何もせずにあのすごい頑張ってるなって人を応援してるだけでそっちの方が実は社会としては価値が高いっていうことの <laughs>、はい 逆返しですよね、はい、つまりなんか走って輝いてるように見える人より輝かせてる一人一人の方が社会的価値が高いっていう状況っていうのはある意味理想的でもう少し言うならば起業家がいっぱい必要な社会っていうのは。 問題しかない社会ではなので、そうですよね。うん、ニーズがあるからこそということですからね。企業か企業しなくてえ永え遠っていう社会ではこそ逆に問題が解決しつつある社会な気もします、ね、そう、本当にその通りだと思うんですね。ああ、なるほど。それは低成長とはちょっとイコールになりますか。いや、<う>低成長っていうよりはあのインフラが強いので逆に言うとそこであの個々人がお互いに価値を交換できる程度にシステムをダイナミックに変更する必要がなく、なるほど。あの例えば曲を歌ってあげるとか。 おいしい食べ物を相手に提供してあげるとかいうような些細な喜びのような価値交換がなるべく頻繁に起こるようなことにした方がより経済成長性が高いんじゃないかという考え方ではあると思いますまさにその80年代日本を支えた高度経済成長のような人間の在り方ではなくてその、はい、いわゆる思いやりとか優しさとか、はい、喜びとか、うんまあ、じゃなくてそれが全部あのちゃんと経済指標に変換されないといけないんですけど。あ<ー>はい そううまあその人間が持ってきた価値観というのが大きく変わるそんな転換点になるかもしれないということであ,のあと2時間ぐらい喋っていたいところなんですがあっという間に時間が来てしまいましたのでえこのまオープンラボデイ2最後のクロージングのセッションとなりましたのでえ最後に今日集まっていただいた皆さんにメッセージを一言ずついただきたいと思います。ままずず深ささんんおお願いししすえとりあえずさっきお話ししたようになんか時代の節目なんで 乗らなきゃ損だから、まあ、AI やるんでもいいですしなんか知んないですけど自分の手で触って、まあ、驚くでもいいし作るでもいいんで何かやっとくといいんじゃないかなとは思いますなんかやっとくというねお、えーえー、言葉がありましたがでは落合さん、はい僕はさっきスライドに書いてあった最初の初心を言えば、まあ、初心って本願ということなんですけどスライド一瞬だだけピュてて出してください、はい、これれはあれですね本願を言えば、まあ、メディアアートの価値を高めて一つの体験価値にするっていうようなところかな。 うん、ああつまりあのメディアアートって今メディア文化庁メディア芸術祭もなくなってしまって非常に今文化的に脆弱なんですそれで文化的に脆弱なものはあの文化として成り立たなかったら殺してしまえばいいっていう考え方もあるっちゃあると思うんだけどただそんなものではない気はするだからそこに何だろう非常に体験的で刹那的であるものも技術や文化の結束点があって美しいものっていうのが。 あのこの都市に根付くといいなと思っているので、こういうところからより新しいクリエイターが出て発信されていくっていうことにあ自分も少しはあのあれ貢献したいなと思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、そういったお話もありましたが、最後に杉山さんお願いします。はい、あのお二人のお話聞いて本当にまあ都市の未来を考えるのにすごいなんか資産のあるお話で、あのもしかするとその人間の人間らしさとかあのなんか頑張りさえも少し あの娯楽になるようなそんな社会になるんじゃないかなってことをちょっと感じましたただまあ時代が変わったとしてもその人間の本質であったりとか一緒に何かを喜ぶだったりとか自分の身体がある限りはあの根源的なものは変わらないと思ってますので。 まあそういった人間らしさとかをより伸ばせる都市みたいなものをちょっと目指していければなというふうに思ってますまさにその拠点がここを虎ノ門になる、はい、ということですね、えー、この時間は AI と都市の未来についてお三方にお話を伺いましたどうもありがとうございましたありがとうございました,あり,ましたありがとうございます